水は生きている、そんなことを昔考えていた。確かに水は生きている。どんなに成長し変化した体でも同じように包み込んでくれる、まるで生き物のように。だけどそれはいつまで。そういえばもう一つ、昔よく考えていたこと。10で神童、15で天才、20歳過ぎれば。まこと、おはよう、はるちゃん。ひどいよ、ハル。泳ぐつもりで来たんだろ。あ、そうだけど。ほんと、水がなきゃ生きていけないって感じだよね、ハルちゃん。だからちゃん付けはやめろって。そういえば、ハル、昔言ってたよね、早くただの人になりたいって。今でもそう思ってる？俺は。あ、いけない。じゃあね、ハル、頑張って。おう。ただの人。